心のシューティングバーおすみにようこそ。今回紹介するのはまたまた ICS ライトウェイプレアドール 2.0 をレビューするわよ。この機種について私は全くノーマークでした。でもね、いじってみたら最高に楽しかったの。全長は717ミリから794ミリ。ちょっとびっくりしちゃったのが重さが 2333グラム しかないってこと。軽さは力、レシーバーはもちろん、ハンドガードもナイロンファイバーでできています。バッテリースペースはストックパイプの中にあります。日本仕様は 7.4V リポバッテリーが指定です。大きめのバッテリーももう余裕ですね。 ICS といえばスプリット、つまりですね、分割式のメカボックスが有名なんですけど、もちろんこのモデルにも積まれています。この白いのが電子トリガーユニットですよね。こちらの LED の点滅などによりコンディションを見ることができます。これは3点バーストが、設定されたという印ですね。アッパーレシーバーにはピストンユニットも収まります。実は私ね、このモデルはプリコック採用って思い込んでたの。そのぐらいキレがいいってこと。トリガーストロークが超短い。これはまさにキレッキレー。そして大抵のヤガンでは機能のないこのボルトフォワードアシストノブにもちゃんと機能があります。オッペストピストンが戻った。付属マガジンは残弾が見えるおしゃれな多弾タイプです。このマガジンすごく巻きが軽い。搭載スコープはもちろんベクターオプティクスキャリパースワンバレストロビー。ではセミ音からいきます。早い。1、2、3、4、5。小気味いい3点バースト、ブリリアント。 ICS ライトウェイプレアドール 2.0 を買うなら41で。大変な時期だけど今は我慢の時。サバゲを愛する気持ちだけは自粛しないで。